ダイアログフォーピープルの佐藤です。よろしくお願いいたします。難民審査参議院に関しましての質問です。参議院の法務委員会でですね、先日参考人として招致された浅川明宏氏、彼の長女としてザ・在日特権といったものがあります。でこうした本で述べられている在日特権という言葉は、現実には存在しないものをあたかも存在するかのように語り、在日コリアへの差別、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムを助走させるものですが、こうした言葉を用いることの危険性について法務省の見解をお聞かせください。またこうした本に共著者として名を連ねる人物が難民審査参与員として難民審査に関わることは不適切かと思われますが、いかがでしょうか。お答えできないお答えは差し控えるではなく、はっきりとした見解をお聞かせください。まずですね、ご指摘の著書における筆者の意図について私はこうだというふうにですね、法務大臣として申し述べることは適当ではないと思います。でその上でご質問の中でありましたその在日特権という言葉を用いることの危険性につきましては、それが差別的な意図によるものということであるならば、それは一般論として私は適当ではないというふうに思います。いずれにしても特定の民族や国籍の人々を排除しようとする不当な差別的言動はあってはならないというふうに主張しています。それから参与員の選任についての話がありました。参与員は入管法の規定にのっとりまして人格、それから公正な判断をすることができる、かつ法律または国際情勢に関する学識経験者を有する者の力に目をするということになっています。で具体的にはですね、日弁連や UNHCR 等からの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な放送実務家、地域情勢や国際モデル明るい元外交官や国際関係機関勤務経験者、国際法外国法行政法の分野の法律専門家等の中から選任してまして、でご指摘の浅川さんの方につきましては、こういう基準に照らして在オーストラリア日本国大使館での駐在経験ですとか、名古屋大学大学院国際開発研究科講師としての勤務経験があるなど、国際情勢に関する学識経験を有するものとして、先ほど申し上げたような基準といいますか考えに合致するものとして、適切に選任されたものというふうに認識をしています。その他の質問ではどうぞ。ダイアログフォーピープルの佐藤です。よろしくお願いいたします。すみません、たびたび続きますが難民審査参議院についてお尋ねします。斉藤大臣はですね、柳瀬氏の発言に疑義があると指摘された後も、柳瀬氏以外の同様の発言をしている参議院がいるという主張を繰り返しですね、難民はほとんどいないという柳瀬氏の認識を追認する発言を繰り返してきました。ところが現在難民審査参与員を務めている、あるいは務めていた元参与員の方々からも柳瀬氏の審査には大きな疑問の声が上がっています。なぜこのような難民審査参与員の方々の声は無視し続けるのでしょうか。柳瀬氏の発言と比べて大臣にとっては重く受け止める必要のない声ということだと思われますが、いかがでしょうか。なお大臣が柳瀬氏の発言を信頼する根拠として長年 NGO での経験などを挙げておられましたが、柳瀬氏は自身が名誉会長を務める NGO から先日事実上の解任をされています。当該団体が現在の日本における難民受け入れ審査に関する専門性は有していないことも明言されています。大臣が柳瀬氏の発言を重く受け止める根拠も改めてご説明ください。これも少しですけども何度もお話をしている話なんですが、ご質問ですのでお答えをします。柳瀬氏は難民認定に対する知識及び経験が豊富かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組んでいる方であり、その知識及び経験等に基づくご発言、これは重く受け止めるべきと私は考えています。その上でですね、これも何度もお答えしていますが、柳瀬氏だけではなくて、本年の参議院法務委員会において参考人となった3名の参与員及び元参与員方もごく一部の事案でしか難民認定すべきとの意見を出さなかった旨を述べられております。でさらに難民不認定処分の適宜が争われた訴訟において平成30年から令和4年の過去5年間で109件中104件で、国が勝訴しているわけであります。ここで誤解をこうしてほしくないんですが、5件と少なかったからいいとか悪いとか言っておりません。
この5件についてもなぜそうなったかというのをしっかり検証して次に生かしていかなくちゃいけないというふうに思っていることは付け加えさせていただきたいなというふうに思っています。まあ、つまりこのような柳瀬氏以外の方のご発言や訴訟の状況も柳瀬氏のご発言を裏付けるというものになっていると私は思います。私はなかなか見つからないという傾向について述べているわけでありまして、強いて言えば申請者の中に難民がいるとかいないとかを述べているのではありませんので、そこはご理解をいただきたいというふうに思っています。それから NPO 法人の名誉会長退任の件ですかね。これは もちろん法人内部の事情であるため、私が所感を述べることは差し控えたいなというふうに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。